今回その今流行りのゆるキャラを作っちゃうということでかぶり物をまず作ってそれから名前も公募しましたでフラ野市内の方文言に富良市内の小中学生高校生がいろんな名前出してくれて最終的にトマピーというトマトですからねでトマトトマピーの「ピー」はですねピースとかねプリティとかねピュアといろんな意味を込めてかわらしいトマトの「あの。 ゆるキャラとということでございましてあのやっぱり子供たちにね喜んでもらいたいなというふうに思ってますが実は子供たち以上に若い女性に人気がございますはいグッズを今開発中でございまして今年、えー、5種類ぐらいかなマグカップとかクリアファイル、えー、携帯ストラップボールペン、えー、からランチョンマット今発売中でございまして大変好評でございます来年はねぬいぐるみとか、えー、ピンバッジだとか はいま、だいろいろ考えておりますのでぜひあのグッズを集めて楽しんでいただければなという,ふうに思います。